皆さんこんにちは、水越美里です。はい、本日はですねロフト購入品紹介ということで動画を撮っていきたいと思います。ついこの間本当に動画の企画にしようとせず、自分のマイマスカラが置いてないかロフトを見に行ったんですね。置いてあったんですけど、そしたらついコスメを買いすぎてしまって、結果3万円分ぐらい気づいたら買ってしまったので、せっかくだから動画で紹介していきたいと思います。はい、それでは早速スタート。はい、それでは一つ目がこちらです。セザンヌの皮脂テカリ防止下地のピュアラベンダー使っていきたいと思います。限定色として今これが登場してるみたいですが、人気だともしかして定番になるかもしれないですね。もともとブルーとピンクがあったと思うんですけど、今回のラベンダーはこんな感じです。ちょっと白がかったようなラベンダーカラーですね。テカリを抑える下地なので、伸ばした時は結構水っぽくシャバッとしてるんですけど、広げていくうちにかなり表面がサラサラになってきます。今この辺り塗ってるんですけど、塗ってない方と比べるとやっぱりこのちょっと肌の色が明るくなる感じ、くすみがなくなる感じがありますよね。皮脂を抑えるは抑えるんですけど、私がいろいろ今まで試してきた感じ、めっちゃ強力に皮脂を抑えるっていうわけでもないです。だから逆に皮脂は気になるけどすっごいオイリーなわけじゃないんだよっていう方とかはちょうどいいのかなと思います。何よりコスパがいいですよね。では塗っていきます。今肌のコンディションが悪すぎて、なんとかこの保湿してごまかしてるんですけど、かなりメイクが乗りにくいのでちょっと判断ができるか不安です。結構塗った瞬間からかなり透明感は出てきますね。夏でも乾燥するっていう方とかはあまり向かないかなと思うんですけど、普通肌だからこそ夏だとちょっと皮脂出るとかっていう方がちょうどいい気がします。私とかはかなりおでこがテカりやすいので、なのでこのセザンヌだけだとおでこの皮脂はちょっとカバーしきれないですね。はい、今こちら側だけ塗ってある状態です。ビフォーでアフターです。ちょっとやっぱり気持ち明るくなる感じありますよね。ビフォーアフで見るとこんな感じです。カバー力自体は別に高いわけじゃないんですけど、結構肌の表面がサラサラっとなるので、ファンデを塗った時にちょっとこう毛穴が埋まってて乗りやすい感じはあるかなと思います。ただやっぱサラサラになるのでツヤっぽくはならないんですよね。ファンデーションを重ねていってもある程度マットに寄りやすいかなと思います。伸ばしてちょっと透けてくるので、そんなにこの色じゃなきゃだとかないけど、でもブルーだとちょっと青白さが気になるっていう方、でもピンクよりはその赤みとかを出したくないよっていう方はこのラベンダーがぴったりかなと思います。それでは次、これはねちょっと新作ではないのかな、もしかしてナンバーズインのノーファンデ陶器肌トーンアップクッションです。ナンバーズインにトーンアップクリームっていうちょっとカバー力の高い下地のようなアイテムがあるんですよ。それをクッションにしたよっていうものなので、クッションファンデーションではないです。公式サイト見ると今回のトーンアップクッションの方がやや明るめで透け感のある仕上がり、密着力とかはトーンアップクリームのが高いみたいですね。でなんとですね、このパフが2個ついてきたんですよね。すごい嬉しかったです。ちょっと漢方のような香りがしています。いわゆる化粧品っぽい感じの匂いではないです。メッシュタイプなんですよ。だから私これ多分好きだなと思ってるんですけど、ファンデじゃないのでこの薄い感じがありますね。みずみずしい液体にちょっと色がついたようなニュアンス。トーンアップクリームの方よりもやっぱり薄付きで、私はそういうものの方が好きなのでこっちの方が好きかも。みずみずしいんですけど伸ばすと結構なじみます。ずっとツヤツヤしてる感じではないのかな。じゃあちょっと塗っていきます。こっち側の本当にコンディションが最悪なんですよね。だから塗るか、これも心配になりながら塗っています。塗った瞬間は結構水っぽい、ちょっとオイルっぽいですかね。かなりしっとり感があります。はい、今こちら側だけ塗ってあって、こっちまだセザンヌが塗ってあるんですけど、結構ね色明るいです。セザンヌのラベンダーと比べてもちょっとこっちの方が明るいくらいですよね。結構カバーされて、さすが商品名にノーファンデってついてるだけのことはあるなと思います。ビフォーアフで見るとこんな感じです。ファンデを塗ったほどのカバー力はやっぱないですけど、1個で仕上げたにしてはかなり綺麗に見えるし、カバー力は高いと思います。ちょっとツヤに見えてると思うんですけど、セミマットかセミツヤの間くらいですですかね。その人のコンディションによってはもうちょっとマットにもなるだろうし、あんまどっちにも寄ってないのかなと思いました。今の私の肌の状態っておそらく花粉なんですけど、結構過敏になっていて、乾燥による皮むけというよりかは刺激による皮むけというか、
とにかく肌がちょっと皮むけしてる状態なんですね。だから下地とファンデとかどんどん重ねていけば重ねていくほど汚く見えちゃうような状態で、やっぱ下地を塗るぐらいで限界なんですけど、やっぱそれだと隠れないものもあるしカバー力欲しいじゃないですか。っていう時とかにこれはすごくいいなと思いました。よく見るとやっぱこの辺とか結構うまく乗ってない感じはあるんですね。正直このうまく乗ってないことが意外と目立ちにくいので、乗ってはないけどなんかごまかされてる感じがあるので、いつもの完璧な状態と比べるとやっぱちょっと惜しい気持ちはありますけど、ファンデとか塗ってガサガサになるならほんとこれで仕上げた方がいいぐらいだから結構いいなと思いました。ほんと今のコンディションが結構イレギュラーなので、もうちょっと良くなってきた時には多分もっと乗りやすいと思うし、まあ、1本で綺麗に見せたい時とかファンデをあまり使えない時とかはすごくいいのかなと思います。はい、せっかくなので今両方ともナンバーズインに変えました。でファンデーション塗ってないんですけど、こちらのアイテムを使っていきます。ティルティルのマスクフィットコンシーラーパレットです。ティルティルからもなんとコンシーラーパレットが出てて、それロフトに売ってたんですよ。今回カラーは1番です。こんな風にブラシとチップがついてるのも使いやすそうですが、ただ色がね結構派手めなので馴染むのかなっていう不安はあります。テクスチャーは結構しっとり感が強めな気がしますね。で色もしっかり出ます。かなり鮮やか。今スウォッチがこんな感じになっています。ベージュは割とちょっと明るくてベーシックなんですけど、オレンジとグリーンが結構色としてしっかり出てるので、ちょっとこれ塗ってみたいと思います。例えばちょっとここの影にベージュ、まあベージュはいいですよね。ちょっとじゃあオレンジも使ってみます。結構オレンジですよね。まあでも意外と伸ばせばいけますか。量には気をつけた方がいい感じしますけどね。意外とそのオレンジさが浮いちゃうのを気にしなくても私は大丈夫でした。むしろ結構この青っぽさが気になる方はうまく中和されるカラーかもしれませんね。ちょっとじゃあグリーンを使ってみます。グリーンはですね、グリーンが強いのもそうなんですけど、結構伸ばすと明るく白っぽく見えます。ただまあカバーはされてるのかな。ちょっとでも明るさが目立ちますかね。逆にこれビフォーアフターです。もろもろ塗ってみて色はすごい華やかなんですけど、ベージュが入ってるのでそれをうまく混ぜたりすれば馴染むから、そんなにすごく問題があるってわけではなかったです。ただ今結構こういうカラーのコンシーラーがすごくパレットタイプ多いですよね。なので例えばデイジークとかルナとかと比べた時に、そちらの方が色自体が単体で結構肌に馴染みやすいので、使いやすいのはそっちかなとちょっと思ってはしまいましたね。逆にそんなに色があっても困るよっていう方とかはテルテルもいいのかなと思います。はい、それではですね、アイシャドウめっちゃあるんでちょっといきますね。次こちらヒンスのニューディップスアイシャドウパレットの9番です。この間新しく出てたパレットだと思います。あのロフトに行ってすっごいびっくりしたんですけど、めちゃくちゃ韓国コスメの新しいものの品揃えがいいです。前よりも絶対良くなったと思います。なんか昔は Q10 とかでいち早く新しいものが買えて、かなり経ってからロフトとかで展開っていうイメージだったんですけど、最近は Q10 で売られてる新作がもうすでにロフトに置いてあったりとかして、すっごい早いなと思いました。まあそのうちの一つがこれでもあるんですけれども、ちょっと見ていきますね。パレットとしてはこういう結構ブラウン系なんですが、まあ、ヒンスらしくね、こうアクセントになるようなピンクとか水色とかそういったカラーも入っています。はい、スウォッチがこんな感じです。全体で見るとやっぱブラウンとかベージュのイメージが結構あるパレットだなと思います。質感もですね、パールから結構しっかりしたラメからマットまで様々揃っています。水色は結構水色でしたね。はい、こんな感じです。ちょっとこのパールのところから今日は使っていきます。そのまた右隣ちょっとピンク系で、下の段のピンク色ちょっと下まぶた入れると濃いかなと思いきや、ちょっとこれ黄身のパールが入ってるので私は意外といけちゃいそうです。結構がっつり入れてます。右上の白いキラキラを少し
右下のブラウンで、上の段の赤いところもちょっと混ぜます。下まぶたには、はい、こんな感じです。めっちゃ可愛いですね。ありそうであんまりない感じの仕上がりにもなったかなと思います。ブラウンが基調ではあるんですけど、ちょっと赤みを含んでるというか、でもその赤が強すぎない感じと、キラキラとかも結構可愛いですよね。少し離れるとこんな感じです。韓国の多色パレット結構陰影がうっすらつけられるものが多いんですけど、ニスはねその中でも割と発色しっかりめかなと思うので、メイク感のある仕上がりを作ることもできます。もちろん薄くもできるんですけど、なんかトレンドなメイクしたいけど発色もある程度重視したい方とかはすごくいいと思います。あと見た目以上に多分使いやすいので、ブラウンメイクとかでもちょっと変化球出したい時もあるよみたいな人はおすすめです。アイシャドウまだ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 ありますのでいきます。こちらセザンヌのベージュトーンアイシャドウの6番ピーチベージュです。これめっちゃくちゃ可愛いですよね。ピーチベージュって言ってピーチなんですけど、ちょっとラベンダー要素もあるしローズっぽさもあるし、どうなんでしょう、使ってみたいと思います。はい、スウォッチがこんな感じです。いわゆるピーチカラーではないですよね。オレンジとピンクの間みたいな色ではなくって、淡いピンクにちょっとラベンダー要素もあり、この辺とかは結構ミルキーなピンクでもありみたいなパレットです。塗っていきます。まず左下から、なんか私が塗るとちょっと桜みたいな感じのピンクっぽい発色です。コーラルとかじゃなくて結構ピンクだと思います。かわいい。下まぶたも同じ色です。右下のちょっと締めカラー、右上の明るいちょっと白っぽいところは下まぶたに入れてみます。すごいラメが強いわけじゃないので自然に涙袋っぽく見えますね。左上のキラキラはポイント使い、上まぶたにもポイント使い。はい、こんな感じです。私が使うとピーチというよりはラベンダーピンクっぽくなりました。ちょっと離れてみるとこんな感じです。締め色をね割と広めに使ってるので結構この引き締め感はあるんですけど、全体で見た時に印象は結構明るめなカラーだなと思います。結構ねこの下まぶたに入れた色もちょっと白っぽいので、なんか色自体は明るいんだけど結構華やかに見えるような感じがしますね。そのままこちらキャンメイクのプランプクコーデアイズの3番も買ってきたので使っていきたいと思います。これもまたロフトにあったんですけど、4番のいちごミルクみたいなやつの限定もめちゃくちゃ欲しかったんですが、それはちょっと売り切れてたので3番を買ってみました。いちごのやつでもなんか定番化しそうですよね、人気すぎて。これアイシャドウなんですけど、下まぶたのこの涙袋が作れるっていうアイシャドウで、でも上に使ってももちろんいいアイテムになっています。小さいんですけど4つ入ってるんですよ、色がすごいですよね。マットとパールとラメと影色が入ってるっていうものです。手に出すとこんな感じになっています。涙袋を作るのが得意なアイシャドウなので全体的に色はかなり明るめにはなっていますかね。ちょっとこっち側作っていきますね。今は割と影はあるけどそんなぷっくり感はないと思います。ではまずマットを全体に入れぷっくりさせます。これだけでも結構ムニッとしてますよね。そして広い部分のパールでちょっとこの膨らましたいところを明るく、明るさの中にグラデをつける感じです。そしてキラキラの上の部分をまたさらにポイントで、まあ、あくまでもこれは塗り方の一例ではあるんですけれども、まあ、こんな感じですね。っていうだけでも結構ぷっくりはしているし、そこにさらに影色をとってここに引いちゃいます。よりこの明るくしたところが浮き出て見えるので涙袋が出現するっていう感じです。ちょっと影が濃かったかもしれませんが、もっとなじませて見せることもできるし、あとちょっとこっちの締め色が足りなくなった感じはあるのでここに入れてもいいですね。はい、こんな感じで結構わかります。こっちもともとちょっとぷっくり気味なんですけどと比べてもなんかこの幅の厚い涙袋ができた感じがしますよね。っていう
ることができるアイテムなので、もちろん涙袋って別に他のシャドウでも作れるんですけど、特化していて涙袋を作るのに最適なこのマットとか程よいパールとかが入ってるのでやりやすいかなとは思います。それでは次がこちら、エクセルスキニーリッチシャドウの SR14 と SR15 です。 SR15 が新しいカラーなんですけど、私14もちょっと使ってなかったので一緒に購入してきました。でしかも色の系統もちょっと似てるんですよね。若干このパープルがかったブラウン似てるんですけど、 SR15 の方がそこに血色が加わったような感じかなと思っています。スウォッチをまず出してみるとこんな感じ、やっぱちょっと似てますよね。 SR14 のこちら側の方がもう少し紫っぽさが強くて、 SR15 の方がこう手に出すとブラウンに近いかなと思います。似てるけど結構違いは出そうな2つです。ちょっと塗り方は統一して左上の明るいカラーから順番に重ねていきますね。まずこれは今 SR15 番を使っています。まだ右上です。はい、今 SR14 と15で塗ってあります。もうちょっと似た感じになるかなと思いきや、塗ってみるとかなり違う印象になったと思います。まず SR14 はやっぱりパレットで見たままこの紫っぽい感じがかなりしっかりと出ます。かつその紫も彩度が高いとかじゃなくって落ち着いててちょっとくすみのあるカラーなんですね。なのでカラーメイクではあるんだけど、あんまりなんかその色が際立つ印象には見えないのもポイントです。落ち着いた感じでカラーメイク、このパープルっぽさを楽しむことができるかなと思います。ただ私が使うとブラウンというよりはこの紫のニュアンスが結構強いなと思いました。そしてこちらが SR15 番になります。こちらも同じように紫とくすみのニュアンスはあるんですけど、少し血色があって彩度が高い感じに思いました。離れるとこんな感じです。落ち着いてることには間違いないんですけどね、こっちと比べると結構でも違いますよね。ちょっとこう赤っぽさもあるのかなと思います。まあ選ぶなら私はこっちの15番の方が自分には合ってる気がするし、好みかなとは思いますが、結構印象は違うのでどっちか持っててももう一個買ってもイメージはだいぶ変わると思いました。ちょっとアイシャドウ合わせる前にこちらを紹介したいです。ウォンジョンヨのヌードアイラッシュにディープブラックとディープネイビーという新しいカラーが登場しています。これもね購入してきました。ウォンジョンヨのマスカラといえばですね、透け感のあるマスカラ液が特徴だったんですけど、そうではないタイプとして今回2色登場しています。マスカラのコームとかは本当に同じなので、新しいマスカラが登場というよりは新しいカラーとして登場してる感じですね。こんな感じでちょっと見にくいかもしれないんですけど、繊維もしっかりと入ってます。これがディープブラックでディープネイビー。ちなみにこの元々あった色も出してみます。はい、こんな感じで、これが元々あったシアーブラックなので比べるとかなり色が濃くなってますね。違いがありそうです。では新しいディープブラックを塗っていきます。でもこの少しのストロークさせた段階でも結構色濃いなっていうのが分かりますね。全然違います。やっぱりマスカラである程度この目力欲しいとか盛りたい派の方はこっちの色がいいのかなって思いますよね。でもすごいあのダマになりにくさとかはそのままですね。塗りやすいです。こんな感じ。反対側にこのシアーブラックを使ってみます。あ、でもだいぶ違うと思うな。これはい、今ですねこちらがディープブラックで、これ元々あったシアーブラックを使っています。こうやって塗っちゃうとやっぱ意外と近いなとも思ってきたんですけど、ただなんか体感的にこっちの方がくっきりした感じがありますね。その長さの出方とかは同じなので漏れ具合は近いんですけど、くっきりまつげの存在感があるような気はします。はい、マスカラ実はもう一個買ってみました。ヒロインメイクの美次元マスカラというものが新しく出ていて、でもヒロインメイクってマスカラがすっごいいっぱいあるので何が違うのかなと思っていろいろ見てみたんですけど、スペック的にはお湯と洗顔料で落ちるタイプのマスカラです。なので前
マスカラ比較でも登場したアドバンストフィルムのマスカラと、まあ、同じ感じのシリーズ。ただ今回の美次元ロングマスカラの方が地まつげが伸びたような仕上がりになるっぽいです。そこが違いなのかなと思います。でもブラシとかも全然違ってて、こっちがアドバンストフィルムの元々あった方で、これが今回の美次元ロングマスカラ、かなりねスリムになったんですよ。このゲジゲジが細い感じ で結構アドバンストフィルムのマスカラ仕上がりはめちゃくちゃ綺麗なんですけど、ブラシが太くて塗りにくいっていうのがちょうどこの間の比較でも意見が多かったので、そこがねだいぶ改良されてるなと思いました。まあ別物としての発売なのでリニューアルとかじゃないんですけど、より使いやすいのかなと思います。ファイバーが配合されていて色はしっかり黒いタイプのマスカラです。ちょっとじゃあこっち側今落としたんで塗っていきます。で確かにこれ私一回実は使ったんですけど、こう撫でてもあんまり液がブワッてつかなくって、本当についてるのみたいな感じで塗れるんですよ。でも繰り返していくことでだん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 この地まつげの細いものがマスカラ液によって強調されて、自然にすごいスンと伸びていきます。今軽く塗ったんですけど本当にナチュラルですよね。ちなみにウォンジュンヨとかと比べてもすごい細い感じがあると思います。まあ、これはでも重ねていけばもっと強調はできるんですけど、今みたいなすごく自然な仕上がりを叶えられるのがまずすごくいいところですね。はい、塗れました。この長い感じ分かります？束っぽくはならずに結構一本一本がスーッと伸びるような仕上がりです。こっちの目だけ若干生え癖でちょっとまつげが寝ちゃってるんですけど、このパンダ目の感じとかどれぐらいまつげが下がるのかとかはせっかくなので経過を見ていきたいと思います。はい、そしたらここからはリップを紹介していきますが、まだリップもたくさんあるのでどんどんいきます。まず私これ実は使ったことがなかった、でも人気アイテムですよね、フレンドベリーのリップバルーンです。これはですね、プランプ効果とツヤと保湿、ティント効果、そして高発色が叶えられるリップみたいです。最近やっぱこういうプランプ効果のあるリップ増えましたよね。どんな感じかっていうと、こういう細いちょっとペンタイプのリップになっていて、ここをカチカチ押すと押し出されるような仕組みになっています。で、私が選んだ009のホテリレディーロゼ、これね結構使いやすい人が多いカラーだと思います。こういう感じのちょっと赤系、あんまり青みも黄みも寄ってない感じの赤系です。見ての通りかなりツヤツヤでしっとり感が強いリップになってます。スーッとする感じ、メンソレータムっぽい感じの香りがしています。では塗っていきます。塗りやすいのすごくいいですよね、細めなので。口紅というよりはリップバームぐらい、唇をすり合わせた時とかはしっとりする感じがあります。使用感としては結構保湿されるような重ためではあるかな。で今塗ったんですけど、結構塗った直後からスーッとします。プランプアップ効果っていうピリピリ感はあんまないです。スーッとしてます。それこそ本当にメンソレータムのリップを塗ったようなスーッと感があるので、ピリピリが苦手な方でもスーッとが大丈夫なら使えるのかなと思いました。痛いとかはないですね、なんか爽快感がある感じかな。カラーはこんな感じです。可愛いですね。結構見たままじゃないですか。少しピンクさのある赤という感じでしょうか。ツヤツヤで縦じわとかも気になりにくいですね。塗り心地とかもすごい滑らかなので、多分ついつい手に取りたくなるような、使いたくなるようなリップだなと思いました。オフしてみます。映りはするんですけど、しっとりテクスチャーなので、やっぱティントだからか少しは残ります。あと結構キラキラしたパールが入ってるのもティッシュオフした方が分かりやすいです。分かるかな、こんな感じでちょっとラメっぽいですよね。はい、それでは次のリップがこちら、フジコのノールックリップです。3番のキュンなベージュを使っていきます。これもすごく話題になっていて、鏡を見ずに濡れちゃうリップっていうのでノールックリップっていうのがついてるんですけど、結局やっぱそういうのを使いたくなりますよね。出先とかで選びたくなるリップってそれだよなと思って気になってました。
こんな感じのちょっとリップクリームというかリップスティックというか繰り出し式のタイプで、カラーがかなり薄めな、ちょっとオレンジベージュっぽい感じのカラーになってます。このぐらい薄いからこそはみ出しても気になりにくいっていうのがあるのかなと思うんですが、まあ、薄いながらに結構ツヤっと保湿感はあるようなしっとりしたテクスチャーをしています。私もせっかくなんでノールックでいってみますね。モニターも見ないように今塗っております。お、かわいい。本当に綺麗に塗れるんだ。ちょっとびっくりです。仕上げちゃいますが、でも色もめっちゃ可愛いですね。本当にその名の通り見なくても塗れるし、はみ出しにくいようなこの設計なと思うんですけど、ちょっとはみ出してても多分わかんないような使用感で、結構しっとりしてるのでムラにもならないですし、発色が淡いのでナチュラルに決まりますね。すっぴんメイクとかにも合わせられそうです。これ確かにカバンに入れときたいリップですね。はい、次のリップがこちらです。アミューズのベベティントのモモラブを買ってきました。これも9点で出てて、目代わりの時に、あ、新作だと思って買ってたのに、ロフトでもうあったんですよ。すごくないですか。でしかも9点で売り切れてた色をロフトで買うことができました。もともとあったこっちのティントと形がもうほんとそのままで、色がちょっと違う感じなんですけど、何が違うかっていうと、このベベティントはティントにかつプランピング効果、あとケアができるっていうものになっています。またこれもプランプリップですよね。増えましたよね本当に。香りは、まあ、アミューズのリップの香りなんですけど、青リンゴっぽい感じがします。ちなみにちょっと比較対象に使うのがこっちの5番のカラーなんですけど、これが5番でこっちモモラブです。手に出した感じのテクスチャーはそんなにまだ違いはないですね。どちらもツヤツヤっとしています。ではちょっとこのベベティントのモモラブ塗っていきます。結構ね、私が思ってたよりもしっかりピンクでした。明るいカラーでしたね。で、9点で買った方はそのうち届くと思うので、またどこかで紹介したいです。あ、でも塗ると意外と落ち着くピンクでしょうか。で、このティントとにかく色もいいんですけど、ツヤが綺麗なんですよ。なんか時間が経ってもツヤが消えにくいというか、ちょっとオイルっぽくじわっとツヤが出てくるタイプのリップなので、時間経っても綺麗なところもすごく気に入っています。すごいツヤツヤに見えるリップです。はい、モモラブは塗るとこんな感じで、ここで見たピンクよりもちょっとオレンジっぽくなってません？ピンクはピンクなんだけど、手に出した時と塗った時の色がちょっと違う感じします。色かわいいです。あ、よかった、このモモラブもゲットできて、ツヤ感もしっかりと出ていて、ちょっとオイルティントっぽい使用感をイメージしていただくといいと思います。ただそのプランプ効果、スースーとかピリピリとかはかなり弱い感じがしますね。苦手な方でも使えるんじゃないかなって思うぐらい、さっきのリップバルーンよりももうちょっとスーッと感が控えめで、ピリピリする感じは全くわからないので、かなり控えめなプランプ効果だと思います。でも普通にこのツヤと色が綺麗だから、リップとしてはめっちゃ好きなんですけど、万人受けリップじゃないでしょうか。あ、ちなみに元々あった方と使用感的にはほとんど同じです。今このスウォッチをクレンジングウォーターで流してみたんですけど、結構色も残りますね。ちょっとオフしてみます。あんまりつかないし、めちゃくちゃ色残るので、色持ちはティントの中で結構いい方だと思います。はい、そして次、これはね、私も初めてのブランド、オルタナティブステレオのリップポーションアクアグロウの11番です。その韓国コスメコーナーに一緒にあって可愛かったので選んでみました。この蓋のとこが開いて、こういうアプリケーターになっています。ティントなんですけど、あ、色はこんな感じで、私が選んだのは鮮やかめなカラーでした。ちょっとスウォッチとかはせずに買ったので、オレンジっぽいリップですね。香りはほぼ無臭です。じゃあこれもちょっと塗っていきます。これはなんかしっとりしてます。しっとりしてるし、さっきのアミューズみたいに唇の上でツヤツヤせずに、結構唇にフィットする感じの塗り心地です。ツヤなんですけどね。はい、塗れました。こんな感じです。かなり発色がやっぱり良かったです。手で見ても色濃いけど、塗ってもしっかりめで、ただ見たほどのオレンジ感は意外となく、オレンジと赤の間の色みたいな感じの仕上がりになりました。しっとりはするけど、ペチョッとしない感じがします。リップティントのベタベタ感が嫌な方は結構いいんじゃないかなっていう感じです。ちょっとこれもオフしてみます。
そんな感じで映りはしますが、結構やっぱ色が濃いからか薄くなってもちょうどいいぐらいの発色が残るので、そのままの色はキープするわけではないかもしれないけど、これも色はかなり持ちそうですね。リップは最後です。こちらリカフロッシュのフルーティントブーケ、こちらを買ってみました。これも出てたみたいなんですけど、私が使っていなくって、ジューシーリブティントの元々あった方は知ってるんですけど、新しいものが出ていました。カラーは02番ですが、お、めちゃくちゃ可愛い。ちょっとミルキーなローズベージュでしょうか。塗っていきます。もともとジューシーリブティントはすごく発色がいいリップだったんですけど、ちょっとこちらの方が透明感がある感じですかね。けど結構これも唇に密着するので、唇の上でうるうるしすぎるのが嫌な方でもちょうどいい質感な気がします。アミューズほどツヤツヤではないんですけど、フィットしながらツヤになってくれる感じですね。はい、塗れました。こんな感じです。色はですね、ちょっとピュアなローズピンク、私が塗るとそんな感じです。ツヤ感はあるんですけど、ふわふわってぼかしていくと綺麗にぼけるので、オーバーリップとかも作りやすいタイプのセミツヤティントかなと思いました。で、私は結構上唇とかふわっとぼかしたいタイプなので、すごく使いやすいし、何より色がね好きです。めっちゃ可愛い。発色するけどちょっとピュアさもある感じでいいんじゃないでしょうか。ちょっとこれもオフしてみます。あ、でもやっぱり上がそんなにツヤツヤじゃないので、オフしてもべちょっとつかず、あんまりこのリップ自体変化がないので、リップのベース作るのとかにもすごい向いてると思います。この上からさらにツヤの好きなリップ重ねたりしてもめっちゃ可愛いと思います。で、そして最後はチークです。これフジコの水彩チーク、これもめちゃ話題で使いたかったんですが、やっと買えました。カラーは2番にしました。ほんと一言で言うとリキッドチークですよね。デパコスだとナーズとかでも話題になってたんですけど、フジコからも登場しています。カラーはこんな感じのちょっとコーラル系カラーになってます。香りはついていませんでした。ちょっとじゃあこれ塗ってみようかな。今ベースメイクは先ほどのナンバーズインのままなので、この上からでもよれないのか、あと私の今の荒れた肌にちゃんと乗ってくれるのかが肝ですね。お、かわいい。ベースメイクがよれる感じは全くないですね。全然問題なしです。ちょっとリップのこのピュアな感じとすごい合う。で、もちろんなんかチークってパウダーのものもあるし、それでもいいんですけど、このリキッドにはリキッドにしか出せないジュワッと感があるし、それがまた可愛いと思うので、持ってるとメイク新しいチャレンジができるんじゃないかなと個人的には思います。はい、こんな感じです。今結構塗り重ねてるので色しっかり出てきてると思うんですけど、もっと淡くすることもできますし、土台みたいにして上からパウダーのチーク重ねても可愛いので、使い方はね様々です。ちょっと今日はベースメイクがあんまりできてない上から使ったので、若干この素肌と混じってムラっぽく見えてるかもしれないんですけど、ベースメイクがよれてチークと混じったりっていうことはないので、使いやすさもバッチリ問題ないんじゃないかなと思いました。はい、ということで本日はロフと購入品紹介ということで動画を撮っていきました。ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。